まずはママたちが嬉しい子育ての街が去年完成。三路線が乗り入れる海老名駅は最短で新宿まで41分、横浜までも26分と便利なことから1日27万人以上が利用しています。その海老名駅の東口にはショッピングモールビナウォークや商業ビルが、ファッション、家具、食料品から映画館まで200店舗以上、生活必需品は全てここで揃います。しかし今人気が急上昇しているのは西口にできた新しい街。西口の方に今来たんですけど、うん、いやちょっとすごい人もいっぱいいるね、うん、すごいですね。西口エリアはこの連絡通路の先に、海老名市の職員杉村さんと合流し案内していただきます。一体どんな街なんでしょうか。ここはすごい広いですね、道が、こちらはですね、あのメインストリートになります、エビーロードという名前がついてます。エビーロード、はい、海老名だけにエビーロード。このメインストリートを中心に様々な施設がオープンしているんです。去年リニューアルした図書館にはコーヒーショップが併設、ドリンクを持ち込んで読書を楽しむことができます。あ、皆さんなんかお茶飲んでるのかな。エビナマダムね。エビナマダム。あ、素敵なカフェ。1階にカフェがあるこちらは去年オープンした複合施設リコーフューチャーハウス。カフェのテラスでは手ぶらでバーベキューが楽しめ、家族連れのお客さんでにぎわっています。さらにこちらも去年誕生のララポート。この中に小さなお子さんを持つママたちが嬉しい施設があるんだそう。早速ママを発見。もともと海老名出身なんですか。いえ、海老名子育てに優しい街で、うんうん、ね、やっぱりこれからララポートができるって噂も聞いてた、うん、子供が無料で遊べるところがあって、ちょっと面白そう。早速その場所へ行ってみると、あそこ？ここじゃない。ちゃんとこうやって仕切られてるんですね。ほんと、でもなんかちゃんと中もこう見えるようになってて、あ、遊んでる。かわいい、かわいい。こちらはララポート海老名にしかない親子のための広場。奥行くをコンセプトに無料で積み木遊びなどが楽しめる空間なんです。最近できたのですごいありがたいです。週末はだいたいララポートができちゃいます。さらにママたちに話を聞くと、相模原市からです。厚木です。車で15分ぐらいです。海老名市からだけではなく、周辺の町からも親子連れが集まっていました。ちゃんとほら全部丸いものになってる。何これ、角がない、なんかわかんない、入ってみようかな。なんかわかんない、なんかリトルマーメイドみたい。え、リトルマ、あ、ほら見て、素敵ね、これでもっと完璧。アリエルなんだけど。3階で子供たちを遊ばせたママたちがついでにショッピングがしやすく作られているのが4階。売り場の配置に工夫が。カフェを囲むようにインテリア、雑貨、書店などジャンルの違う店舗をわざと密集させているんです。ねえ、これ超可愛いんですけど、箸置き。あ、和食いいな。並ぶのはそれぞれの店舗がセレクトしたちょっと癖のあるアイテム。忙しいママたちが動き回ることなく、短時間で生活にちょっと彩りを加えるようなものに出会える空間なんです。さらに西口エリアにオープンしたばかりの